いい意味でも金額がふどぅー出たっけ全然え、まあいいけど何が遠出はしたくないなと思ったな。まあ今はね、うん、もったいない。貸してちょんよ、貸してちょん。でもやっぱスピード落ちたら熱くなってきた。ありがたいね。まあこういう入った時もね、勘違いしてるし、あ、俺ちょうどまあ知力って入れたんですけど、入れさせるように仕組んでくれてんですよ皆さん。わかりますか？おお、勘違いすんじゃねえよ。みんなのおかげでな、運転できてんだよ。そんなことあれなんだな、ゴールデンウィークだから休みなんですよ。仕方しやがってな、そのやばい、出たかな。何この顔、お前そっくりじゃん。なんかファミリー的な感じなのかなと思ったらパチンコ屋だからあんなドーナツのさ、女の子のことがある。いや、あれ高収入って書いてあるから違うんじゃない。高収入、うん、じゃあ、あっちか、うん、バーニラのことあるところ。あ、そういう系。バニラとかあれ、たまに来るよね。あれ、相当儲かってんだろうな、あんなバス使ってんだから。いや、結構来るじゃん、うん、変だろ、音楽流してさ、この辺くるくる回ってるじゃん。で、あれ多分中間だと思うんだよ、うん、確かね、いかがわしい、要は風俗的なお店って聞いたことあるんだけど、相当儲かってんだなって思って。ああいうラッピングの車使ってる、儲かるってこと。あれ結構かかるね、確か1日100万とかかかんないんだっけ、ああいうバスってただ最近見なくなったね。前すげえなんか俺の風とかたくさんいた。俺の風ってなんだろう。変な YouTuber がいて。何、ね、友達のためにチーズ、ガードマンね、チーズ牛丼200人前詰めてみたみたいな。食べ物を無駄にするのほどがあるよ。面白いね、なんかガスして死ね、マジで。まあいいな、自分の場合は。まだそれはさ、なんか食べてみただったらいい。食べてみたとかさ、何をやったんですか。だから友達の風呂釜にチーズ牛丼200人前詰めてみた。しかも下手したら風呂も壊れてさ、最悪じゃん。結果それを追い出されるよ、大家さんから。汚い、まあ、虫湧くだろうね、この時期じゃ。っていうか、わからん。てか、風呂釜なんか洗っててもやっぱ、うん、そういう体を洗う場所だからやっぱちょっと食えねえな、うん、風呂です。風呂で飯を食うならまだ分かるけど、その風呂に飯を入れるって発想が分からん。いや、ちゃんとさ、変な話さ、シート引いた上とかだったら、まあ、100歩譲ってもね、その後食うんだったらいい。やだよ、シート引いて、きっちゃね、どうせ食わねえんだろ、こっちは。いや、するんでしょ、ね、それを言うたことが、なんか、隠立してたのがちょっと面白かった。なんて言ってたの。学校で何を習ったんやって感じだった。すげえな、正論やで。ユータービン、ユータービンやるやん。ユータービン、だいぶ大人になったな。俺好きよ、ユータービン。いい方向に進んでてよかったね、うん、やっぱ大人になってったから本当にいい方向に成長してってるね。ユータービン、頑張れ頑張れ。やっぱ子供の時はどうしても親の言いなりじゃないけどさ、まあ演出だと思ってたんだね。まあでも父親は全然出てこないじゃん。たまに出てくるよ。あ、そう。たまに息子のとこディスってるやつに噛みついてるの見たことあるな。いや、ユタって自分の子供ですもん。まあね、それは親だからね。いやでもね、さすがにユタビン君なしにしても風呂の中に直接飯入れるは汚い。しかも友達ん家の風呂、自分家じゃんって。まあそれやらせだと思うけど。いや、それでも私あれでしょ、知ってるよ、ガードマン君って。あれでしょ、あの誰それ、テレビをぶっ壊すやつでしょ。知らない。分からん、ああいうなんか YOSHIKI さんのさ、ドラムぶっ壊してくれって言われてるのか知らないけどさ、YOSHIKI さんみたいに、ね、今ちょっと体調不良で倒れちゃったけど、分からん。もうそれでも僕はあまりやりたくないですねとかさ。っていうか、やっぱもうあれなんだ、 YouTuber の時代終わったなってよく分かるよ。そういうのしか出てこないっていうか、なんだろうな、ネタがなさすぎるのに転がってびっくりする。それだったらまださ、ホームレスとかにさ、あげてみたのがかっこいいじゃん。なんでそういう反応なんだろう。
無料配布してみたとかね、うん、200人前買うんだったら無料配布してやるよ、喧嘩場所に行ってさ、あ、なんなんだよこれやるよとせあげればクレアみたいな、そうそうそう、かっこいいじゃん、箸は取ってくんの忘れたよみたいなね、うん、多分200人前の箸くる、大丈夫っすか、ちょっと200人前もよく買えたね、いやだから本当に200人前だったもん、いろんな店で買えちょっと話持ってんじゃない、買ったんじゃないの、いろんな店あいつはそういうのには、1店舗で200はちょっと店の方も少し疑われるんだろう、1人20店舗とかさ、あ20個とかさ10個とかそれを20店舗もやったんじゃないの、そういうよく分かんない作業員は働くからそういうさ牛丼売ってるお店からさクレームが、だいたいね、でもすき家か吉野家じゃないけど、チーズ牛丼のすき家だよな、確かきっとな、ていうか俺が農家やってる人だったらマジで胸くそ悪すぎて、なんか苦情にそう、自分とこの米じゃなくてもそれを作る、最悪は金払ってるからって言ったらどうしようもないんだけど、ただ食い込んでやるのはもうほんと最低だよ、いつか餓死して死ぬ方面するぞ、ただそういうことをやる YouTuber って末期だと思う、正直てか精神科行った方がいいよ、あれだよ普通じゃないの、ガードマン君ってあのザ・パンチっていうゲームみたいな、いあの騒いでるうるせえやつなんだよ、確か見たか知らないけど、その人本当にね、ザ・パンチっていう格闘あのアクションゲームのっぽい感じの人、ちょっとひでえな、さすがにたみたいや、さっきアガードマン知ってる知ってる、よしギリギリ日陰だ、YouTuber ってだから見ちゃうんだよね、それで見る方も見る方も見ないけど、でそれであれでしょ、収入得ちゃうから YouTube でぬるいんだよ、YouTuber 結構潤ってると思うよ、確かにこんな俺でもそこそこ収入入ってると思う、ほんとそこそこだけど、そうなの、今どうなの、ここでは今なくていいけど、あそこそこだよ、うん、前よりは、前よりかは変わってるかな、正直言えば、まあそんな感じね、うん、でも登録者数はおかげさまで増えてます、ありがとうございます、こんなつまんない動画でもありがとうございます、全然だから2つにしようかな、なんかねアップロード制限がかかっちゃうんですよ俺、ゲームとあれゲームのやつを上げたいんだよ、正直言うと上げられないんだよ、制限かかっちゃうから、あの100動画制限っていうのがね、そんな上げるなって話かもしれない、よくわかんない散歩動画もね、2、30年後にはね、記憶されます。あ、あちらにこんな店あったんだよ、あちらに昔憩いなんてゲーセンあったんだみたいな、これ左行かないと、クソ店にゲーセンあったの知らない人多いから、めちゃくちゃあったよね、選びたい放題やって、ほとんどゲーセンいつも網羅してたもん、で、あ、そうだもんね、新作はすぐ大画面でやれるからこことかそういうのやつ、ギーゴの真ん前のセブンとかモナコだったもん、うん、なんか書いてあったもんな、でサイゼリアがセガだったもん、うん、あそこ今のギーゴは昔からあれ橋屋だよね、多分あれどうだったっけな、で全然あそこキャッツアイはもうテナント決まってない状態じゃん、高いと思うよ、あのビルは、うん、場所がいいもんだってあれ、あれはもう壊すしかねえんじゃねえの、でもさ5年以上決まってないよ、老朽化してっちゃうやっぱ人の空気がでしょ、なやっぱ家と一緒だよね、ああいうビルのさ、まあ掃除はしてると思うけど結局何かがないとなんかね、
ところにゲーセン